ザリガニ。どうもー、ザリガニでーす。はい、ということで今日はサムネにもある通り、ジャニオタ用語のクイズをやっていこうと思います。俺は親の影響でスマップは結構知ってるんですけども、曲を知ってるとか人を知ってるぐらいで、特にジャニオタ用語とかに関しては全くわかんないんですね。だけども、キンプリのね、岸さんを応援し始めてから1ヶ月が経過したんですよ。で、インスタとかツイッターでもちょくちょくそういう用語を見かけてきて、まあ俺でももうそろそろね、ジャニオタ用語わかってくんじゃないかなと思ったので、今日は合計で100個のジャニオタ用語クイズをやっていこうと思います。まあ70個ぐらいはできるんじゃないかなと思いますので、挑戦していきたいと思います。で、視聴者さんの中には、いやいや、ジャニーズ知らないよって方もいると思うんですけども、なんとなく聞いたことあるんじゃないかなっていう用語もいくつかあるみたいなので、詳しくない人もぜひ一緒にやってみましょう。で、詳しい人はね、満点目指して頑張っていきましょう。ということで、やっていきます。ちなみに用語の中でもいくつかジャンルがあるみたいで、基本用語、タレント事務所系用語、ファン用語、コンサート用語、グッズ用語、テレビ雑誌用語の合計6個のジャンルがあるみたいです。なので最初は基本用語からやっていきたいと思います。まずはい、1個目。1個目の基本用語は担当。担当ってあれだよね。誰々担とか誰々担当っていうやつだから、例えば自分だったら岸さん担当だから、岸担とか言うから、これは推しみたいな感じだよね、きっと。推しだと思います。次、2個目。時短。時短？これも同じかな？自分の担当？かな？3つ目。同担。あ、同担は同じ担当の人だから、俺と同じ岸優太さんファンの人がいたら、同担っていうのかな？多分ね。で、次。同担拒否。これはよく聞くよね。同じ人がファンっていう人のことを同担って言うんだけど、その人を拒否すること。だから、もうその人に一途な人のことだね。同担拒否。続いて、DD。DD わかる？これ。ドンキーしか出てこないんだけど、でもドンキーコングは DK でしょ？ D、同担、どうぞ。同担どうぞ。だからこれあれだ。これは同担、さっきは同担拒否は同担ダメだけど、DD は同担どうぞで、ぜひぜひ同担の人ウェルカムってことだな。絶対これそうです。掛け持ち。あの人も好きだし、この人も好きっていうのを同担拒否。違う、掛け持ちっていうね。掛け持ち。神担。神の担当。それとも、神って名前のつく人。神宮寺さんとかみたいな。まあ、多分、神のような素晴らしい人を担当してる人を神担かな。次、副担。副担任？学校の先生と同じスタイルで行くと、主任の担当の人がいて副担がいるから、まあ、2番目に好きな人のことかな。〇〇寄りのオール。これは、あれだ。〇〇さんのことは好きなんだけど、でも全体のことが好き。例えば自分だったら、岸さんは好きだけど、岸さんよりも全体が好きなんだよ的な感じかな。G、ゴキブリ。自由に。自分のユニットだから、自分の好きなグループのことかな。自由に。箱推し。これは、誰か一人っていうよりかは、そのグループのことを好きな人だね。無担。これは、担当なし。これは、事務所を担当している。事務所を担当？嵐の事務所？スマップの事務所？キンプリの事務所？え？これは、箱推しと同じ意味かな。タンタレ。タンタレ。焼肉のタレみたい。タンタレ。担当が、垂れてる時？あ、もうめんどくせえよ、もう、やめてっていう時がタンタレですね。はい、次。タン降り。これは担当降りるだから、ファン辞めるってことかな。ファン辞めるってよりかは、その人推しを辞める的な感じかな。オタ卒。オタクを卒業。出戻り。オタクを卒業したけど、戻ってきて、やっぱりオタクって人が出戻りやな。これはね、結構ね、どの界隈にもいるよね。タレント事務所用語。FC、フライドチキン。違う、ファンクラブですね。ファミクラ。ファミリーなクラブ？家族でも安心していけるようなクラブだから、すごくフレンドリーな界隈のこと？ファミクラ？なんだろう。ウェブ。ウェブってこれ、タレント事務所用語なの？ジャニーズ専用のサイトのことをウェブっていうのかな？あ、なんだろうこれ。次、JE。ジャニーズエスト。JE。ジャニーズ E。絵頭しか出てこない。ジャニーズエンダーイヤー。We always love you. ジャニーズエンダー。ジャニタレ。出たタレ。ジャニーズを垂れること？もういいよーって、もうジャニーズいいよーっていう人をジャニタレやな。メンカラ。メンカラ？メンズカラコン。いや、絶対違う。メンバーカラー。メンバーカラーだ。岸さんだったら紫や。メンバーカラー。チビジュ。チビだから、ちっちゃい、
ジャニーズじゃなくてジュニーズ、ジュニアだ、チビなジュニアだから、これジュニアさんのこと。でもジュニアならジュニアだよな。ジュニアの中でも背がちっちゃい人チビジュ、おっきい人ノポジュかな。同期、同じ時期に事務所に所属した人かな。エリート、オレイ、スペオキ、スペシャルなお気に入り、一番大好きだよってことをスペオキかな。干され、干されはよく言うよね。干されるって言うんだけど、あ、干されるってなんだろう。炎上するではないけど、炎上に近い的な感じかな。あいつやっちゃったなみたいな感じかな。孫銭、孫先、尊敬する先、尊敬する先だから、あーもう大好きだーっていう人のことかな。仕事人、必殺仕事人、テレリーテレテテテテテテレー、ガラガラ、わからん。次、沼、そこの界隈にどっぷり使っちゃうことだね。はい、続いてファン用語に行きます。ファン用語1個目、古株、5年前から応援してる古株だぜみたいな感じだよね。古参、古参もこれ古株と同じ、昔から好きだぜってことかな。ほぼ同じかな。新規、新規です。お花畑、お花畑、脳内お花畑的な、あのふわふわした感じの女の子のこと、お花畑、ふわふわ系女子。一匹、小学生の頃の友達のあだ名だよ。一匹、一匹なんだ一匹って。いっぱいピピ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 、一匹パス、一匹袋、一匹袋、袋にしちゃったよ。ってことは一匹と一匹袋、これ関係あるよな。ニュアンスでいくよ。お気に入りとお気に入りの袋だから、なんかグッズがあって、グッズのことを一匹で、グッズを入れてる袋のことを一匹袋。正解。茶の間、こたつの中でジャニーズの動画を見ること。茶の間、なんだろうこれ。リアコ、リアルに恋することだから、〇〇さんのこと本気で本気で大好きです、付き合いたいですぐらいの人のことだな。おりき、おきにとかじゃなくて、おりき、おりきってなん、でもおりと木だよね。オリジナルキティちゃん、あ、オリジナルキスみたいな感じかな。え、何そのキスやばくないっていうのがオリキ。正解です。オキラ、オキラ、あ、オキラ、お気に入りじゃん。お気に入りなら、ラ、ラララランドセルはてててて天使の羽、ランダム、お気に入り、もう誰押したらいいかわかんない。この人お気に入りランダム、オキラ。トップ、トップは頂上って意味だから、一番上、絶対この人がトップだよ。ジャニーズもたくさんいるけどトップだよ、一番すごいぜってことかな。仕切り、仕切りたがる人、はい、ちょっとそこ、そっからそこは丸丸タン、そっからそこは丸丸タン、こっからここは丸丸タン、こっからここは無タンで、みたいな感じのことを仕切りさんって言います。やらかし、あちゃー、やっちゃったよ、どうしよう、炎上しちゃった、やらかしたって感じかな。つながり、つながりよ、広がりよ、りよ、あれだ、ジャニーズの人とつながっちゃうこと、本当に知り合っちゃうこと、つながりかな。 DR 期、 DR 期、ドル期、アイドルってことは、もう私最近ドル期なんだよね、もうハマっちゃってハマっちゃってってことをドル期、 DR 期です。オンリー、オンリーは〇〇担当と同じかな。岸くん、オンリーなんだけど、だから岸さん担当と同じです。アンリー、アンリー、オンリー、アンリーアンリー、アンってさ、UN って書くでしょ。アンって確か英語で逆って意味だから、〇〇担当じゃなくて、これ箱押しって意味だ、きっと箱押しです。続いてはコンサート用語です。さあみんなはどのくらい正解できたかな。うん、あれれ、おかしいぞ、なんで途中でナレーションが入るかって。そうさ、10分くらいの動画のつもりだったのに、すでに8分も経ってるんだ。長すぎちゃったから、残りの問題は後半に持ち越しだ。後編はなんとが入るようなやばい回答もあるから、楽しみにしててくれよな。次回、ザリガニョシスデュエルスタンバイ。